はーい、おはようみんな。今日は悲しいご報告動画です。今ちょっとメイク中やからメイクしながらお話ししたいねんけど、マジな方で、恋愛ってうまくいかんよな。あ、ちょ、一瞬待って。うちの目、物もらい、見てほら、こっち。まず一個目の、嫌な報告。もうこの見て、目バチコみたいな。こっち、見て。もうおかしいやん、この目。もう最悪よ。で、なんか最近うち思ってんけど、なんか夏美って動画鼻くそばりついてない。これガチ。これ嘘じゃなくて。うちいつも撮る前ちゃんとこうやって鼻の中とか ここ鏡やねんけど、鼻の中ちゃんと大丈夫かなとか思って確認してから動画撮り始めんねん。ほとんど。なのに、動画撮り終わりました。手塚さんに編集してもらいます。自分で見ました。え？鼻くそ出てきてるみたいな。夏美イコール鼻くそみたいになってんねんけど、ほんまにこれ誤解やで。勝手に鼻くそが出てきてるだけやから。まあ、それ2個目や、まず今だけで。今だけでマジ最悪な2個目。本題入るわ、本題に。もうガチの方で、恋愛ってほんまにうまくいかへん。え、なんでなんやろ、これ。キニピーができて、そのキニピーとこの夏花火大会一緒に行くかも、みたいな、になっててんけど、マジ言い訳に聞こえちゃってもしょうがないと思うねんけど、向こうが誘ってくれたりとか言ってくれる日に限って、絶対外されへんお仕事があったりとかで、ほんまに無理やねん。なんでこんな神様って、いたずらっ子というか、折り目と彦星みたいに、会いたくても会えない関係みたいな。わかる？でも言うたら、キニピとは、連絡は、取り合ってんねやんか。ただ、スキピではないねん、その人のこと。なんか気になるな、みたいな。もっとなんか知っていきたいなっていう。言うけどさ、こうさ、やっぱ、LINE とかさ、電話とかで知れる部分はたくさんあると思うけど、まあ、実際は会ってみてのフィーリングやったりとかさ、一緒におってのこの心地の良さだったりとかさ、会わないと、やっぱなかなかさ、前に進まへんわけや。これ、高校生とかやったらさ、顔お互い知っとって、クラス別々で、LINE とかで、どんどん絆深めて、そんな喋ったことはなくても付き合うとかはあるかもしらんけど、まあ、夏美は、その、なんかちゃんとお互い会って、なんかお互い喋って、笑い合って、なんかその、イチャ、みたいな。あ、じゃ、イチャ別になんかするわけちゃうからね。ちゃんと会ってみて、こう、わかる？改めてやっぱり好きですねとかお互い好きだねみたいになりたいん。うちはな。それが理想。もう夏休み、だからこの夏花火大会にもしかしたら一緒に行けるかもってなってたのに、最後に言われたその、この日はって言われた日に限ってうち韓国でお仕事なんよ。その週、一週間。だからマジで無理なんよ。今年は無理って確定した。やけど、こっから本題よ。で、うちもう一個、めっちゃ嬉しいことがあってんやん。そのキニピもうちが YouTube してたりとかしてることを知ってるから、めっちゃ見てくれてんねん。見てる？あ、わかる。まあいいねんけど、それは。ちょこちょこうちが YouTube とかで、話してるやん。エピソードとかをさ、話すわけやん、うちが。なんか最近いいねめっちゃ押してくれてる、ストーリーにいいね押してくれてるとかさ。なんかうちが落ち込んだ時とか、こう心配の DM くれたとかさ。それをもう話したから、これも見てんねやんな。うわ、最悪や、うち今日目、ちょっとなんか、ぽっつんと腫れてるから。まあ、今うちのドスッピンとか、変顔とかも全然なんか、な。見てるもんな。もうこれを言っちゃうと確信になっちゃうねんけど、その子にうち気になってんねんとか言ってないで。だけど、今から夏美が言う発言によって、もうその子は確信になっちゃうから、まあでも、うちは自分の気持ちに嘘つきたくないから言うと、その子が、なあなあみたいな、YouTube で話してくれてたんて、俺のことって言ってきてんや。はい、そうです。花火大会さ、何回か誘ってくれて、候補言ってくれて、行かれへんかったんや、うち。なんか向こうが、この、一人で花火大会を、行ってんな、その。で、なんかその、めっちゃ嬉しかったんが、その、花火の、このなんか動画を撮って、こっちに送ってきてくれてんよ。ええなんでなん。で、なんかその別に声とか入ってるわけでもなく、普通に、その時のめっちゃ綺麗かってん、その花火が。
え、だから、なんかその、そういうのめっちゃ嬉しかった。なんか、わかる？一緒に来たかったねとかは別に言われてないけど、動画送ってきてくれた時は、なんか、一緒に来たかったんかなとか、夏にも一緒に来たかったなって思って。え、これってみんな好きなんかな？うちのこと。でも待って待って、でも、こんなん言ってるけど、一番怖いこと言って、今のこの瞬間が楽しいだけで、これがもし付き合ってもうたら楽しくなくなる可能性もあるやん。付き合うまでのこの両思いって分かった瞬間のこの時間が楽しいみたいな言う人おるやん。うち、マジでその気持ち分かっちゃってて、今。いいも悪いも相手に別に期待してないっていうね、言うこと。付き合いましたってなったらもうお互いが絶対100回好きですってなってるわけやん。好きですってなってるわけやから、あとはもう、自分の理想にどんだけ相手が乗っかってきてくれてるかっていうのが付き合うやん。だから、付き合うって、いる？うち、マジで最近思うことが、付き合うっている？ゼロ日婚ってあるやん、よく。鼻くそ出てない？随時確認しよう。大丈夫やな。え、大丈夫やな。ゼロ日婚って世の中的にあるわけやん。うち、あれの意味マジでわかんねん。お互いのこと知ってから結婚する方が、いや、それは確かにいいかもしらへんねんけど、ただ、結婚してしまうと、そんな甘い考えで別れられへんわけやん。最近うちの友達にもおってんけど、4年付き合って、もう好きじゃなくなったって言われた時の、このじゃあ、4年間自分はもう結婚前提に付き合ってたのに、急に好きじゃなくなったっていうその言葉だけで、4年ってでかいわけよ。壮大なあれや。日数を一緒に過ごしたわけやん。やったらあんまり考えてさ、付き合うっていうのってさ、あかんなと思ったし、うちな。マジで。うちも結構恋大きい女ってよく言うけど、うちのお友達も、もうマジの方で恋大きい女がいっぱいやねんか。純粋な女の子多いよ。それはなんで、何かって言ったら、もう付き合ったらその人しか見えないっていうか、その人のために可愛くなろう。その人のために自分磨き頑張ろう、みたいな。なかなかそれってできるようにできひんやん。え、夏美って、付き合ったら、そんななんか誰に対してってできんで。できまーす。聞こえてますか？今日さ、この後みんなあれやね、うち。うちのおじいちゃん、もう一人のおじいちゃんの年の祝いって言って、88歳のお祝いを親戚とかみんな集まって今からしに行くねん。もうなんで今日今こんな動画を撮ったか教えたろっか。気持ちをすっきりしてから、おじいちゃんの年の祝いの88歳のお祝いしたいやん。気持ちをリセットしたいねん、うちは。やし、会いたくても会えないってそういうことをみんな過去にありましたかっていう。しかも、夏休み、今。嬉しいことやねんけどな、お仕事で会われへんとかやったら、自分の気持ちだけでやったらもう今すぐでも飛んでいきたい。それ、でもさ、みんな聞いて聞いて、でもさ、今会われへんって言ってやん。でもさ、次会えた時にな、お互い爆発すんのかな。あやば、ほんま時間ないわ。待って、今8時40分なんやん。9時にはもう家出るって言われてるから、すいません。中断します、撮影。もうどうしてもここにカメラを回してると、喋ってまうやろ。いやだから一回カメラ止めなあかんわ、もうそろそろ。止めるわ。ちょっと待って。時間ってなんで進むんかな？恋愛と一緒やな。立ち止まっとっても何も始まらへんな。自分から行動をしていかなきゃ。恋愛も何も始めまへん。うちは、ちょっとでもスケジュールが空いたら、キニピのところに会いに行こうと思う。もうこれ見てくれてる、キニピ。気づいてくれてると思うけど、待ってて。てか一番手っ取り早い話分かってんけど、うちの家泊まりに来たらいいね。それってハードル高すぎ。いや、高いか。男の子でまだ付き合ってもないのに。うちはいいけど、絶対嫌かな、相手からしたら。ということで皆さん、今日も朝からお話をたくさん聞いてくれて、ありがとう。ちなみに、これが最近の夏美の恋事情というか、で、またキニピと進展があったらお話ししたいと思うので、その時はみんなで一緒に語ろうね。夏美ばっかり話しているので、みんなの恋バナも教えてください。ちょくんみんなのこと大好きだからねって言って。せーの。みんなのこと大好きだからね。バイバーイ。バイバイは。
雨降ってきたんちゃん、これどうしよう。ペットサロンや。え、ペットサロンって無理やんな、人間。どうしよう。はあ、えっ